ハビエル・マリアス・フランコは、スペインの小説家、翻訳家、コラムニスト、マドリード生まれ。父親は、哲学者のフリアン・マリアスで、独裁者、フランシスコ・フランコに反対したために一時と動くされ、教団に立つことを禁じられていた。母親はハビエルが25歳の時に死去した。母方のおじに、映画監督のヘッス・フランコがおり、 マリアスが最初に文学に関わったのはこのおじのためのドラキュラの脚本の翻訳だった。父フリアンがイェール大学、ウェルズリー大学などで教弁をとっていたため、マリアスは幼年期の大半をアメリカ合衆国で過ごした。その後、マドリードのコレヒオエストディオで教育を受けた。最初の小説、狼の領域はパリに逃げた後の17歳の時の作品、第二作。 地平線横断は南極大陸遠征を描いた冒険小説である。マドリード・コンプルテンセ大学を卒業後、マリアスは英文学のスペイン語翻訳者になる。翻訳した作家には、ジョン・アップ・ダイク、トーマス・ハーディ、ジョゼフ・コンラッド、ウラジー・ミル・ナボコフ、ウィリアム・フォークナー、ラドヤード・キップリング、ヘンリー・ジェームズ、ロバート・ルイス・スティーブンソン、トマス・ブラウン、 ウィリアム・シェイクスピアなどがいる。1979年、ローレンス・スターンのトリストラム・シャンディの翻訳でスペイン国歌賞を受賞。1983年から1985年までオックスフォード大学でスペイン文学と翻訳についての講義をする。1986年にセンチメンタルな男を出版。1988年のすべての魂は、 オックスフォード大学を舞台とした小説で、1996年に、スペインの映画監督、グラシア・ケレヘタが、エルウルトモ・ビアヘデ・ロバート・ライロンズとして映画化した。1992年には、白い心臓を発表。商業的にも、批評的にも成功を収め、1997年に、国際インパック、ダブリン文学賞を受賞した。自身が数カ国語に通じ、 国際機関の通訳を務めたこともあり、1986年以降の小説の主人公は通訳か翻訳者である。そのことについて、マリアスは彼らは自分自身の意見を放棄した人間なんだと述べている。2002年、明日の顔は1、貧熱と槍を発表。これはマリアスの野心的三部作の一作目で、第二巻、明日の顔は2、舞と、 夢を経て、明日の顔は3、ドク影と別れで完結した。2006年、レアルアカデミア・エスパニョーラの R 席に選ばれる。2008年、インタビューで、ロバート・ルイス・スティーブンソンの意見に同意して、小説家たちの作品は、とても子供っぽいのみならず、現実の出来事を語ることは不可能で、できることは決して起こらなかったこと、作りごと想像したことを、 たっぷり語るだけと語った。2016年、ニューヨーカー誌に掲載された短編小説、女が眠る時が、ウェインワン監督によって、日本で映画化された。マリアスの作品、すべての魂の中に、詩人で、第三代レドンダ国王である、ジョン・ゴースワースなる人物が描かれている。この総和は、現実の話であり、ゴースワースの死後、王国の派遣が争われるが、 マリアスが触れた在住の王ジョン・ウィン・タイソンが1997年に廃位してその王座をマリアスに譲った。マリアスの偽小説、地の黒い瀬にはその天末が年代記として描かれている。マリアスはこの本についてすべての魂の登場人物たちの情報源となった多くの人々に触発されたものであると嘘を言っている。レドンが王国の王位を継承してから マリアスは出版物に、レのノデレドンダという肩書きを入れるようになった。マリアスは王として以下の人々に借位を授けた。さらに、マリアスは公爵女公爵の審査による文学賞を創設した。受賞者には賞金とともに借位が与えられる。受賞者は以下の通り。また、マリアスは、レのノデレドンダという小規模な出版社を運営している。 ありがとうございます。